平野紫仕様の挑戦、ファンを勇気づける覚悟。2023年11月号の特別版として発売された L ジャパン。その表紙を飾るのは、平野紫仕様、ショウ平野である。ハースト夫人が報社からのこの特別版は、発売前から話題となり、要約が殺到しました。平野紫仕様の登場によって、彼の人気の高さが改めて証明されました。 この記事では、平野紫耀の最新のメディア登場と、彼が挑戦と呼ぶ新たな姿勢について探ってみたいと思います。彼がどのようにファンを勇気づけ、何が彼の成功の鍵なのかを明らかにしていきます。平野紫耀の L ジャパン登場。平野紫耀が L ジャパンの表紙を飾ったことは、彼のファンにとって嬉しい驚きでした。 発売前からネット予約が殺到し、出版社の EC サイトではサーバーがダウンするほどの人気を見せました。発売前に重版が決定し、発売日には都内の一部書店では抽選販売まで行われたほどです。これらの反応は平野仕様のファンが彼に対する熱い愛情を示すものであり、 彼が日本のエンターテインメント界でいかに特別な存在であるかを物語っています。また、L ジャパンのオフィシャル YouTube チャンネルでは、平野仕様の挑戦、まだ見ぬ世界へ旅立つというタイトルの動画が公開され、10月4日には再生数が100万回を突破しました。 これに対し、ファンたちは X、旧ツイッター、e r 上で、いわゆるラジアパン100万回、というハッシュタグで祝福のメッセージを送りました。平野紫耀のファンコミュニティは、彼を支え、彼の成功を喜ぶ団結力を示しています。挑戦の姿勢。平野紫耀が、L ジャパンの特別版で表紙を飾ったことは、単なる写真の撮影に止まらず、彼の内面にある、 挑戦への覚悟を示すものでした。彼のインタビューからも、今の彼がどれだけ大胆なスタンスを持っているかが伝わってきます。自タバたしても失敗してもいいという言葉は彼の成長と自己肯定感に裏打ちされたものであり、彼のファンにとっては力強いメッセージとなったことでしょう。平野志耀は現在26歳で、幼少期からダンスを追求してきました。 彼は10代の頃から大きな注目を浴び、昨年には大きな転機を迎えました。しかし、その一方で、彼のファンとの交流やダンス動画を通じて、彼の人柄が変わらないことも証明されています。彼の戦闘モードとも呼べる覚悟は、彼の成功の礎となっています。挑戦の勇気を与える、平野紫陽がファンを勇気づけるような姿を、 と語る姿勢は彼のファンにとって大きな励ましとなります。彼の成功はファンにとっての模範となり自分たちも大胆な一歩を踏み出す勇気を持つきっかけとなるでしょう。平野紫耀のファンは彼の成功を共有し彼をサポートすることで自分たちの人生にもポジティブな影響を与えています。平野紫耀の L ジャパン登場は 彼の挑戦と覚悟を示すものであり、彼のファンには勇気を与える存在です。彼の成功は、彼が大胆に挑戦し、失敗を恐れずに進む姿勢から生まれています。その姿勢は、彼のファンにとっての励ましとなり、自己実現の道を示しています。彼のこれからの活動にも期待が高まりますし、今後の彼の挑戦を注視し、 彼の成功を祝福し続けることでしょう。平野潮は多くの若者にとってのロールモデルとして勇気と自己信頼を育む存在として、今後も多くの人々に影響を与え続けることでしょう。彼の挑戦を応援し、共に成長し続ける日々が続くことを願っています。